TVR、TVR、TVR、TVR モーターズカンパニーは、イギリスの自動車メーカーである。1947年に、トレバー・ウィルキンソン、トレバー・ウィルキンソンが、イギリスブラックプールにて創業をした。小型スポーツカーの製造を特徴とし、1990年代には、同国で最大の独立したスポーツカーメーカーとなっていたが、1970年代前までは、 小さなコーチビルダーに過ぎなかった。1981年にピーター・ウィラーに買収され、1990年代には乗用車、キミイラが成功した。50年以上の歴史の中で TVR はスポーツカーというのは大馬力で軽量であれば、それでいいという考えのもとに、マルチチューブラースペースフレームに軽い FRP ボディを被せた軽量ハイパーな。 FR 車を作り続けてきた。TVR の乗用車には、エアバッグ、ABS、TCS 等の安全装備や電子デバイスは一切、搭載されなかった。一方で、製造される自動車は、高性能である割に、アンカー。日本では、新車の乗り出し価格は、ほとんどのモデルで1000万円以上である反面、信頼性に問題があると評される。2004年に、 ロシア人実業家に買収され、椅子やメーターパネルの製造まで自社内で賄うという、旧来の方針は改められようとしていた。しかしそれ以降の会社運営は混乱状態にあり、販売は激減。2006年12月には経営破綻した。しかし2013年に経営者が代わり再建され、2017年には新型車が発表され、2019年から発売される。 予定である。TVR の創始者となるトレバー・ウィルキンソンは、1937年14歳の時で学校を退学、地元ブラックプールの自動車屋に弟子入りして働き始めた。1946年、トレバーが23歳の時に、彼は郊外にある修理工場を改装して、トレベターエンジニアリングを開業する。当時、家族は、 彼の新しい試みに乗り気ではなかったが、息子の熱意に押されて、ついに父親が修理工場の設置に伴う費用のほとんどを出資して、工場が完成する。ウィルキンソンは自身の経験を活かして、既存のシャーシを使用した特別車を作り始める。当初の主な収入源は自動車修理とディーラー業であった。1947年にウィルキンソンはパートタイムとして、 夜と週末のみ働いていたジャック・ピッカードを最初の従業員として雇用し、会社名を TVR エンジニアリングと改めた。軍のトラックの修理によって安定した収入を得るようになった。2年後、会社の経営が軌道に乗ったと判断したウィルキンソンは初めて TVR 独自のシャーシの開発に着手する。彼もジャックも自動車工学の経験がそれほどなかったために、 プロジェクトの完成までにはかなりの時間が費やされた。しかしながら、この時点でも主な収入源は機械の製作であった。鋼鉄のパイプが枠組みされたシャーシが完成したところでテスト走行が行われたが、最初のテスト走行では車脇にぶつかってやっと止まるといった状態だった。再び改良が加えられ、まともなブレーキが取り付けられた。ボディーワークを手掛けるために、 デスデールが雇用され、最初の TVR 車両が完成した。形は古臭く,く、製造者たちはがっかりしたが、この車両はウィルキムソンのいとこが購入し、車両の完成前に次の顧客はすでに決定していた。この時点までは彼らの仕事はまだ趣味の息を出ないものだった。その後もほとんど受注生産のワンオフモデルばかりで、生産量が増え出したのは1958年の、 グランチュラの製造以降である。グランチュラは、第一マシン、ロータス25にも搭載された名機、コベントリークライマックスを搭載した FRP ボディの安価な軽量スポーツカーとして人気を博した。その後1963年にさらに過激なグリフィスを発表したが、その後経営が悪化。1965年にマーティン・リリーへと、その経営が引き継がれた。 リリーは、その後、タスカン、ビクセン、M シリーズといったモデルを送り出し、年間生産台数400台を超えるメーカーへと成長させた。しかし1980年に発売したタスミンが不評で、経営が悪化した。これによりリリーは、TVR の経営権を手放すことになった。そこで登場したのが、ピーター・ウィラーである。 彼は1981年に経営権を手に入れ、不評であったタスミンに、バリエーション、TVR 発のコンバーチブル、4シーターなどを追加し、エンジンを創業当時から長らく搭載してきた、フォード V8 からローバー V8 に変更し、シャーシを細くすることによって軽量化した。その後1986年には、S シリーズを発表。 年間生産台数は700台を超えた。さらに1990年にグリフィス、1992年にはキミイラを発表した。キミイラの独特かつオーソドックス、特にフロントマスクなデザインは好評で TVR 史上最も売れた車種となった。1994年にはバックヤードビルダーとしては常識外の自社製 V8 エンジン、 AJP8 を開発、それを搭載するサーブラウを発表する。その後1996年にスピード12、スピード6と次々に自社製エンジンを開発、それらを搭載したタスカンを1998年にタモーラを2001年に発表した。2004年 TVR は当時24歳であったロシア人の富豪であり実業家。 ニコライ・スモレンスキーによって買収された。スモレンスキーはそれまでのほとんど全てのパーツを自社で作って組み立てるという方針を改め、イギリス国外でパーツを作って効率よく量産することを考えた。さらに、製造部門と販売部門を分割し、出荷前のチェックを厳しく行うようになった。その上、新車購入後2年間の完全保証制度を導入した。 2005年には T350 の後継者、サガリスを発表した。2006年 TVR ではそれまで週12台程度だった生産台数が週にわずか2台程度までに落ち込んでおり、71人の従業員が一時解雇された。同社が生産拠点を創業地であるブラックプールから英国外の欧州へ移転するとの憶測が強まって、 いたが、同年10月には、同国での生産中止の方針が決定したと、報じられた。その翌々月、クリスマスの直前に、TVR は事実上倒産、300人の従業員が解雇された。しかしながら2007年2月、会社再建手続きによる競売において、TVR を落札したのは、スモレンスキーの会社であった。この結果、 TVR ブランド、在庫車資産や生産設備などのすべてがスモレンスキーに買い戻されることとなり、労働組合は強く反発した。その後、スモレンスキーはブラックプールでの生産再開のつもりがないことを明言した。2007年にはランカシャーのオエショムにある新たな拠点で生産の停止したサガリスをサガリスギとして再発売し、最終的には2008年までに、 年2000台の販売台数を目指す計画があった。しかし結局販売は再開されなかった。2008年8月にコベントリーの TVR サービス工場で火災が発生、少なくとも7台の TVR 社が消失している。2011年にも再建計画が報じられ、その際にはロゴの衣装の変更も計画されていたが、そちらも実現しなかった。 2013年6月6日、スモレンスキーは TVR の所有権をレス・エドガーに売却したと発表した。レス・エドガーはかつて存在したイギリスのゲーム開発会社であるブルフロックの創業者の一人でアストン・マーティンの GT レース復活に貢献し自動車業界にも精通している。市のインタビューにおいてエドガーは2年後をメドに復活を計画していると語った。 また彼はトップギアのインタビューにおいてブランドのイギリスらしさが鍵となる我々はこの素晴らしいブランドを消滅させたり海外に流出させたりしてはいけないまずはかつての TVR を取り戻すと語っており TVR の復活において大きなプランがあることを明かしていい2014年2月時点では TVR の公式サイトは工事中であった しかし、江戸川による復活の動きを受けて、サンダースニュース、ザ・ディスタント・ランブル・オブ・ルーマー・ハズターなどと、サンダー &TVR ・ TV イズ・バック・イン・ブリテン・ビッグニュース、TVR が英国に帰ってきた。と表示されている。なお、スモレンスキー時代に変更が計画されたロゴは、変更前のものに戻されている。 2015年6月には、元ブラバム・マクラーレンのデザイナーとして知られる、ゴードン・マレーの事務所にデザインを依頼した、新型車を2017年に発表予定であること、また同車で、ルマン24時間レースへの参戦計画があることが明らかになった。エンジンは、コスワース製の V 型8気筒を、フロントミッドシップに搭載し、同一プラットフォームによる2つの異なる車種を、 製造する予定とされた。その後2017年には新型グリフィスが発表され、同時に2018年から新しい工場にて生産が始まり、2019年に納車が始まると発表された。2018年4月、FIA 世界耐久選手権に参戦するレベリオンレーシングとの提携を発表した。 1986年から1988年まで、チェッカーモータースが正規輸入代理店であった。その後2001年までは、愛知県岡崎市の TVR ジャパンであったが、2002年には、名古屋市のオートトレーディングルフトヤパンが輸入権を取得し、輸入販売を行った。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。